はい、こんにちは、たみです本日はですね、えー、この記事を取り上げたいと思います。マイナンバーカード未申請者8000万人に申請書を送付アホですかね。8000万人も2000万人しか、えー、っと登録者、まあ、ね作ってしません。残りの8000万人作ってません。どういうことなんですかね。それは簡単にマイナンバーカード欲しいと思ってないってことですよね。えーあのー、この総務大臣、頭悪いんですかね。 8, 万人に送った場合例えばですね、あのー、普通の一番安いやつで今80円とか90円しますよねで80円として8000万人を送ったら64億円ですよ皆さんどう思いますかね実際にはあのー、大型の封筒で送ると思うんですね A4 番ぐらいのそうなると、ね、単純計算ですけどね120円で ままあ億億円円、うん、円として96億円かかります、はい、これ配送料だけですでこれにあの書類の作成だとかそういうのを作ると、ね、入れるとまあ100億円超えでしょうでおそらくこれ政府がやるんじゃなくて役人がやるんじゃなくてどっかに委託をするという形になると思いますと委託費がかかりますこれね委託費っていうのがねまたねすごいもんでね あの何,何億円とかね何千万何億円って使われてるわけですよ。でこういうのを平気でやるこれねどう考えても今の政府はどっかとつるんでんじゃねえかなとねそういうのを思,思えるんですよ。GoTo トラベルでもそう、ね、事務局っていうのがありますあ,あそこに何億円って金が入ってます。ね、GoTo イートもそうです。 ね、あれもそうです GoTo イ、e、ートも、ね、事務局がありますそこに何千万何億円って入ってますで今回これをまたやると別の会社か、まあ、同じ会社かわからないけども、ね、これも何千万何億円って金が入りますねこれ委託費だけですよで費用対効果なんかないじゃないですかね費用対効果ね要はこれ作ったところでみんな1,000万って 人が作ればいいところかなって個人的には思うんですけどもね。こういうの税金の無駄遣いって言うんですよね。この goto トラベル Goto eat でだいぶね。事務局に金が流れてるんですね。あの、日給が何万円とかねありましたよね。おかしいでしょ。これね、コロナっていうあのことを使ってね。すごい金の無駄遣いをしてるわけですよ。 で、今度、マイナンバーカードを作らせなきゃいけないから、つって、また金の無駄遣いする。さすがですね、税金だから、ガンガン使っていいと思ってるんですね、公務員の方たちはね。で、あのー、自分の金でやるんだったら、多分こんな意見出さないと思うんですね。まあ、これがね、今のね、日本のね、公務員とか政府なんですよ。皆さん、これどう思いますかマイナンバーカードをね、作って悪用する人っているんです。 ねあのー、そういう人たちの取り締まりもしない、ね、どうするんですかって話でしょそういうのを考えてほしいですよね。ではまた来週